飲み物を用意しておいた。これはかなこの分。おお、どうも。そしてこれが高坂楓、君たちの分だ。純平、かなちゃんとは付き合ってないのか。あれ、でもじゃあ、あの人は、あの変なこと聞くかもしれませんが、ん、なんだい楓。男の人って女の人なら誰彼構わずハグしたりするものなのかな。え、男の人誰彼構わずハグをする。どうしよう、やっぱり変なこと聞いちゃった。ああ、そうそう、今日お菓子持ってきたので先輩もどうぞ。あ、犬用ですけど。気が利くな。俺やろう。おお、サンキュー。